質問について先生にお答えいただきます。今日の質問の方は豊田市在住の嫁入り前さんという方からでしたね。もうすぐ30歳になるということなんですけども、矯正を考えてみえるそうで、矯正はできますかっていうご質問でしたね先生。はい、はい、まずそのことについてお答えお願いいたします。まずね、今日の放送のように、はい、ズバリできる、できる、はい、うん、ただし、はい、重度の歯周病にかかったような方だと、矯正はちょっと難しいな。ああ、そういうことですね。うん、そうそう、で、まあ、自分のためにもね、はい、お子さんのためね、将来生まれるお子さんのためにも、はいはいはい、歯並びは綺麗にしておいた方がいいよね。ああ、そうですね、うん。お子さんのためにということはどういう点で？なぜかというと、はい、歯並び悪いと、はい、口の中にいるばい菌の数が圧倒的に増えるのね。はいはい、ああ、はい、はい。うん、歯並び綺麗な人で、しっかりブラッシングしてる人は、だいたい1000億個と言われてるんだよね。それバイキンの数が、うん、あ、はい、で鼻の悪い人でね、ブラッシングあんまりしない人ね、まあ、まあ、ある程度するにしてもね、はい、なかなか綺麗にならないんだよね。あ、やっぱ そう、うん、そうそう、そういう人は1兆個と言われてるんだよね。1兆個、うん、はあ、だいたいあれでしょ、地球の人口って70億ぐらいでしょ。そうですね、70億の1兆個で割ると240何倍かしらになるな。あ、地球の人口の240何倍のばい菌が口の中に生きとるわけですわね。みんな住んでるんですね。住んでるわけです、ですから歯並びきれいにしましょう。で、はい、そのばい菌が、ね、ずっと血液の中に入ってる、それ菌血症っていうんだね、はいはい、血液の中にばい菌が入るのは口の中なんですよ、はい、口の中が原因で、そう、原因なんです。あるいは傷つけたりね、傷ついた時に傷口から入る場合もあるよね。あ、そうですね。でもそれは、うん、でもそれはね、傷治ればいいし、そうですね、その時だけだよね。そうですね、うん、だけどここは、はい、しょっちゅう、しょっちゅう常に常時、そう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 、だからいけないよな。あ、そうですね、うん、でそれが血管の中の血液を通して、胎盤を通して、赤ちゃんの方へ行くわけな。あ、もうお腹に子供がいる時点で、うん、行っちゃう、直接行っちゃうからね。でそうなると、流産とかね、それから早産、それから未熟児が生まれたりする、ね、でそういう風にならないようにするために、やはりお母さんは、赤ちゃんをお腹にはらむ前にね、いわゆる結婚する前にきちっと歯並びを直しかないなってことですね。そうですね、うん、あともう一つご質問がありましたけれども、費用と期間はどのくらいですか、うん、と。そうそうそう、で今日のラジオで、はい、すっとすっと言われちゃったもんで、本当はね、もうちょっと話したかったんだよね。あ、そうちょっと話させてね、どうぞ。それはどういうことか言うと、はい、血液の中にばい菌が入ると、じゃあそれどうなるのって話になるよね。そうですね、その後は、うん、そんな甘くないんだよ、血液にばい菌入ったら大変なことなんですよ、はい、ね、あ、そう、下手すると、肺血症っていうね、肺血症、血がばい菌に負ける、はいはい、肺血症という、あ、はい、これ肺血症になると大体ね、はい、もうどんな抗生剤出しても何してもね、死んじゃうんだよ、人が死んじゃう、大体死んじゃう、あ、うん、だから肺血症になる手前なんだよな、菌血症っていうのは。あ、うん、でこれで、そういうばい菌の中に入っているとね、血管の中に入っていると、高血圧の原因になる、動脈硬化の原因になる、糖尿病の原因になるな、それから、感染性の心臓の内膜炎、はい、内膜炎弱いところに来るな、蓄積している、例えば心臓手術して、はいはいはい、口の中汚い状態でしていると、はいはい、内膜を手術したところの縫い目のところにばい菌がついちゃうんでね、せっかく手術してもばい菌が、うん、ついちゃう、ほとんど今度ボソボソになっちゃって、はいはい、新しいやつつけようと思っても心臓手術して、もうつかないの、あ、もう一回のみ、一回かいになるのね、はいはい、であとね、はい、まあ肥満にも当然あるよね、ばい菌がいっぱいいるとね、要するに歯並びが 悪いとしっかり噛めないし、あ、ね、で満腹中枢ってやつマージョさんになるのかな、だいたい歯並び悪い人で、肥満の人見てると、はい、飲み込んでるよね、大体。あ、もうもぐもぐごくん。そう、もぐもぐごくんやってると、はい、どんだけでも食べちゃうんだよな。そうですね。うん、あのね、試しにね、しっかり噛んでみな。はいはいはい。そうすると、なかなかそんなたくさん食べれないよ。あ、もうよく噛んで食べると。うん、もう腹すぐ満腹になっちゃうから。あ、で、肥満防止もなるし、はい、あのダイエットにもなるしね、いいことだよね。そうですね。うん、それと、顎関節症ね。あ、はい。鼻火悪いと、腸板の、ドアの腸板が痛むんだよね、
ドアがきちんと閉まらないからね、要するに噛むということはドアがきちんと閉まるからね、そうですね、それが顎関節症の原因になる、ね、それから全身的な話するときもっとね、脳の話するとね、記憶力が低下するな、よく噛まないことによって、そう、もちろんこの血液がな、あれするのね、なんていうかな、あまりよく流れないんでね、よく噛む人、よく噛む人は 0.2 度温度が上がるというもうデータ出てるんですよね。あ、そうなんですか。だからその 0.2 度温度はどうして上がるかいうと、血流が良くなるから、で栄養がいくわけね、で記憶力も良くなるし、それから痴呆症の予防にもなるね、当然でしょ、はい、血流が悪ければ痴呆症になりますよね、そうですね、で予防にもなるし、精神的に言うと、噛むということが、はい、交感神経ではなくて、はい、副交感神経を興奮させるの、はい、噛むという行為が、ね、行為がいいの、だから、交感神経いつも緊張してるとね、いいこと起きないよね、そうです ね先生もいつもね、そうアドレナリンが出るよ、そうすると血管がギューッと収縮したりして顔が真っ青になるよね、そうです ね激怒したり恐怖でおののいたり ね、 そうですね、交感神経がすごく高ぶるからだよね、でそういうことも、余計しっかり噛めると、そういうのを抑圧して、副交感神経を盛んにこう、働くようにして、非常に情緒も不安定な状態から安定してくるしね、全身の血流も良くなるしね、精神的にもね本当にいい影響があるので、やっぱり歯って大事だよね、そうですね、もう歯から全て始まってるような、で一般的にはね、歯ってどういう役にするのって言う、よね、そうですね、で普通の人は大体見た目だけだとかいうふうに見た目も大事だけど、はい、発音アナウンサーでね、歯並びのあるアナウンサーはね、やっぱりダメね、声がね、だから大体アナウンサーって歯並び綺麗に直されるよね、そうですね、綺麗な方がね、多い気がやっぱり、であとね、噛む力が弱いと、やっぱり胃腸関係にすごくね負担かけたりするね、だから咀嚼することね、で咀嚼する筋肉が強いと、今度飲み込む筋肉あるよね、皆さんね、若い人たちは多分知らないと思うんですけども、嚥下障害って言って年取るとね、飲み込むことが大変になってくるのよ。あ、そうなんですか。よく餅詰まらせて死ぬっていうね。あ、そうですね、冬場になると寝切れずに、なんで餅なんか詰まる、もちろん大きい餅食べればね、詰まるけど、そうじゃない、柔らかい餅でも詰まるの、あれ小さい餅でも、小さい餅でも柔らかい餅でも何でも詰まっちゃう、餅じゃなくても、そう、ちょっとドロッとしたものだと詰まっちゃう、これは嚥下障害なのね、でそれで窒息して死んでしまうということになるので、やっぱりしっかり噛めることが大事 ね、それから何といっても虫歯や歯周病を予防してくれる、なぜかいうと噛むことによってお掃除してくれる食べ物が、唾液や食べ物が歯をお掃除、歯茎や歯をお掃除してくれる、それと、唾液がたくさん出る人は、口臭を予防してくれるね、口臭を、よく口臭くなるときって緊張しとったりね、唾液があんまり出なくなったりするとね、匂うじゃない、そうです ね、やっぱりいつもこう口臭を予防するためにもしっかり噛むことが大事だね、それで、今さっきの質問、それで費用と、費用、そう、費用、そう、それ一番ね、大事だよね、で、費用の話ね、で大体ね、費用はね、外国と日本違うんだよね、少し、そうですね、外国はね、結構ね、結構いい値段でね、いい治療費やってるんですよ、で日本どうしてこんな治療費になっちゃってね、当院でもね安いでしょ、そうですね、当院はね、当院なんでこんな安いの、食べていけないじゃないね、本当です、先生のご協力で38万でやってるね、最低金額がね、でこれは僕の独自の矯正法で、あまりお金かからないようにやる方法でやってるね、そうですね、